次はこちらですね、容疑者の精神鑑定、分析助言を弁護側にということで、国立精神神経医療研究センターというのがありまして、そちらからその精神鑑定に対しての分析や助言を行いましょうというね、そういう、記事が出ておりましたので、こちらを扱いたいと思います。司法精神コンサルティングというふうに、ね、言うそうなんですけれども、それを、精神専門医、その精神医学の専門医の先生が、あの弁護人などが、依頼をして、その精神鑑定の結果や弁護人の見解を持って、そのコンサルティングを行うと、その精神鑑定が本当に正しかったのかとか、いや実際どういう方に今度またお願いしたらいいのかとか、そういう助言も行うということで、こちら、ね、流れとしてはこんな感じ、で、いわゆるその事件そのものにはね、入らないみたいなんですけれども、今ね、本当に刑事事件のその容疑者の責任能力というのを見ていくのに、精神鑑定が実施されるというのは本当に多いですよね。で、まあ、それが鑑定結果が弁護側の見解と食い違う場合というのが多々あるんですけれども、これを医学的に反論するというのは本当に難しいと。で、結局まあ専門医の力を借りなければいけないんですが、専門医自体が今本当に少ないんですよね。そういう中、誰に頼んだらいいのか、どんなふうにその先生方にもアプローチしたらいいのかということで、本当にその助言でね、再鑑定で無罪になったっていうこともあったりするもんですから、こうね、この国立精神神経センター病院の方でサポートをしましょうということです。この司法統計によると2023年に、鑑定が認められたのは約624件、裁判員制度が導入された09年の2倍近くとなり、大半が検察側の求めによる起訴前鑑定だったということで、弁護人側からね、それに反論するものを出すのは本当に難しいというね、のが背景にあります。で、まあ、その結果が違うということに関しては、この番組でも扱いました、京都アニメーション事件ね、放火殺人事件の、ことに関しても、まあ、検察側は、完全責任能力があるというふうな主張で、弁護側は、いや、心神喪失や心神耗弱状態だったということでね、こう、争いがあったということがありました。今までに、今年8月までに約20件の依頼を受けたということで、あくまで助言は客観的に内容に限り、裁判の争点判断には踏み込まないという、まあ、条件のもと、十分な情報収集がその鑑定に対して行われたのかとか、偏った判断がなされてないかということを検討してくれるという、そういう制度があるよということですね。こちら、はいはい、でもそもそも精神鑑定っていうのに対して信頼性があんまりないと思うんです、多分ね、僕はないですね。なるほど。だって どうして人の精神を5回6回10回あっただけで分かるのって、いや中には分かる人もいるかも、知れないけど分からないと思うんですよね。で、客観的なのか、僕も裁判で精神鑑定の人をこう尋問、証人尋問するのを見たことあるし、まあ、その原案を作るのを弁護士さん生ともこう、一緒に話し合いながら、雑談しながらね、先生は真剣にやりますけど、僕は、こういうのっておかしくないですか、こういう質問してるんですかねとかっていうのをやったときに、まず、どういうときに精神鑑定するかって言って、やっぱおかしいと思うと、罪を軽くしたい。ときに、変な話、もう精神鑑定以外ないよねっていうのもあるわけですよ。事実としてはっきりしてる、犯人性も出てる、で、例えば死刑になるとか無期になるって分かってたら、やっぱりちょっと精神的におかしかったよねっていうと、一刑こう下がるというか、減刑されると死刑は無期になるし、無期だと有期になる、それ以外守る要素がほとんどない、弁護人側に、ね、弁護人側に、なので、まあ苦し紛れのそれもあるって聞いたこともあるし、本当におかしいんだよねっていう人もいるんですよね。ただそういうのもあるし、でもちょっと大きくしてもらえますか、画面の方を、すいません、で顔を下にして、で、まあ、精神鑑定とか、それと客観性、誰がするかで変わるんですよね。で、僕のした人はね、あんまりそんな詳しくない、精神の精神鑑定何件やったことありますかって言うと2件とか、でも精神鑑定来てるんですよ。何回会いました？6回会いました。何時間ですかって、1時間です。裁判資料読みましたか？参考指導制度に読みました。読んでんじゃん、お前って。
事件知ってんじゃんって。まあ、ニュースだから分かっちゃったりするかもしれないけど、で、前提条件にも刷り込まれててね、それは前もノーバイアスの件やったじゃないですか。はいはい、で、なんかタイミングとか手続きの問題があったらまた難しいし、うん、コンサルティングって精神科医じゃないですか。うん、だから弁護側と検察側のあれも同じ学会ですよね、多分。うんうん、力関係ないのかと。うん、法医学の世界ではっきりあったじゃないですか。ありましたね。誰々先生のところのあれを否定すると自分はこの世界で生きていけない。うん、はい、だからそっち側には立てないってね、はっきりおっしゃいましたもんね。うん、で逆もあいつは許せんって読んで、うん、あ、ここおかしいぞあいつのっていう人も中にはいるわけです。だからどっちも間違ってるわけですよね。可能性はありますね。うん、で、精神鑑定のじゃあ科学的根拠あるんですかっていう。うん、ね、世間はエビデンスって言いますけど、はい、ないで、私はそう思っただけの話、うんうん、まあ、いわゆるなんとかテストっていうのはね、一応学会としてはありますけれども、まあ、それで全てが測れるとは全く思えないですからね。だってそういうテストやった時はそうなんですかと、はい、あと事件起こした時と刑務所入る時って状況は違うじゃないですか、うん、そうなんですよね。お酒だったらね、その時飲んでるだとか、うん、飲むとこうなるってわかるからね、原因なき、ね、自由な行為っていうので、それは飲んだ時おかしくても、飲む時普通だったら、それでなるの分かってんだから飲んだから、うん、あんた有罪だよねっていうのはできるんだけど、はいはいはい、カーッとなってるとかなんか分からないけど、薬飲んだりしたら分かりますよ。うん、そうじゃない時に、タイミングがいつだったのかっていう時って、難しいと思うんですよね。そうですね。その時と全く同じ環境を作って、キャンテーするわけじゃないですからね。僕はある人に聞いたのは、うん、やる時は、やっぱ事件によりますよ、もちろん。はい、おかしいんですって、うん、じゃないとできないって言うんですよ、うん、だけどはっと気づいて刑務所にいるときは普通の人なんです、うん、でやっちまったな自分は。だそこで鑑定するから普通の人なんですよ、うん、でやったときに鑑定できないですよね、うん、だってやってるんだから。 でその状況をもう一回作れないですよね。作れないですね。だからたまにはね、今日もちょっとある人と話したんだけど、普段いい人なんだよ、うん、一回切れると止まらないんだよねって人がいる、うんうんうん、もうね、怒鳴り散らすは、うん、もう周りに聞こえて怒鳴ったり、水ぶっかけたり、はい、罵倒、はい、で、いい時はいいんだけど、一、うん、回それが始まると、うん、もうね、20分、30分止まらないんですって、はい。どっかの自治体のお偉いさんもありましたよね。そういうのでなんか、ハラスメントっていうのがあったけど、うん、覚えていないと。まあ、それはお酒が入ってたっていう話でしたけど、うん、全く記憶がないって、でも録音がされてたっていうので、うん、これ俺っていう、なんか普段はそうじゃないんだけどっていうね、やっぱり分からなくなる。その隣散らして怒った時に、うん、例えば誰かをぶん殴ってて怪我させていたと、はいはい、ね、で隠れ動画あったと、うん、出さないまでの、でハッと気づいて、うん、いやごめん覚えてない、あんまり、あ、なんか怒ったかもしれない、ぶち切れてた、で後から精神鑑定すると正常って出るわけです、うんうんうん、でも後からその動画かなんかが出てきたら、やっぱもうあの時言ったらおかしいよね、うん、でその人はそうなった時はそうなるって周りは逆に知ってるから、うん、地雷踏まないように気をつけてるからならないけど、うんうん、知らない人は地雷踏んじゃったみたいなことがあった時にどうなんだろうと思って、うん、いつを持ってとか、じゃあ科学的根拠でね、うん、他のように出るのかというと出ないですよね、うん、主観が相当に出てくる。でさらにあるのは、これは法医学でもそうですけど、医学鑑定なのに裁判長はそれを採用しないってありますよね、うんうん、ありますよね、はい、いやだ何のためのじゃあ鑑定なのよって、はい、ってことは専門医しか逆にわからないならそれを信頼すればいいのに、いいのに、はい、っていう、だこういうなんか問題点が、うん、そもそも持っている。そうですね、実は、ね。中で、だから弁護側はまた困るんですけど、うんうん、それをサポートするために入ったのはいいかもしれないけど、うん、僕一番心配なのは、利害関係。うん、ないんですかこの人にはっていう。本当にニュートラルに国立精神神経センター病院やってくれますかっていうところはね、うん、ありますよね。だって自分がお父さんが嫌いだとか、虐待されてる人は、その年代の人を見るともう構えちゃうじゃない。うんうん、そう言うじゃないですか。でそのそれこそ先ほどの話じゃないですけど、トラウマがあったり ね、してその中で判断するのと、うん、お母さん逆に大好きで、うん、そういう女性ってちょっと怒っててもこの人も大変なんだよなってこう思うマインドがあって、うんうんうん、はい、で鑑定した時に同じ答えが出るのか、うん、何を持って出したんだ時に、うん、そう感じた、はい、でもあなたが感じたんだって10人感じるのかって言った時に、うん、
そうですよね。でそれが本当に客観的なその複数人そう思ったっていうデータじゃないとダメなんじゃないかとかってね、うん、部分もありますよね。まあ、その辺だからそもそも精神鑑定っていうものに対する信頼性と客観性が僕は低いっていう中で、うん、はい、でさらにあの利害関係が出てくるし、うん、司法裁判、はい、裁判所がそれを採用するしないがある、うんうん、だってもう究極ね、法院訳でもそうなんですけど、はい、弁護側とあの検察側で意見が違うってことは科学的なんですかと思うんですよ。そうですね。ね、うん。検査技術が違うとかならわかるけど、うん、そうであれば、基本、ほぼ一致して、ちょっと評価が違うっていうのはわかるんだけど、と、うん、いうことはもうそれだけでも科学的じゃないよね。うん、まして精神鑑定なんか、いっぱいあるわけですから。本当に信頼、その裁判官が、それ、裁判所がそれを信頼して採用するのある、あるのなら、両方にニュートラルなのを一回ちゃんとやればいいっていう気もしますよね、うん、その制度自体もおかしいかもしれないですね。だからあの弁護側検察側じゃなくて裁判所からの依頼の鑑定、はいはい、っていう場合はその人はどっちにもつかない、はい、そうですね。だけど本当にそうなのかはちょっとわからないなっていう ね、まあ、はい、まあどこにでもそれはあることなんですけど、はいはいはい、っていうのですね。じゃあ次お願いします、はい。まあ、本当にいろんな問題ありますで今度は違う視点なんですよ、はいはいはい、今のはちょっと法的な。そうですね。はい。市民感情として精神鑑定に逃げんのかみたいな。また嘘を言って、はいはい、ね、弁護士さんは罪軽くしようとして、はいはい、本人も罪軽くしようとして言ってんじゃないみたいな。例えばあの、京アニの事件なんかもね、二、う、十、ん、何人亡くなってて。もう死刑しかないですよね。うん。だけど、それ、その時に精神が、まあ、その、喪失、心身喪失とかっていうので、何も罪に問われないっていうのは、ありなわけって、ね、で思いますよね、市民感情としては。ね、思う。で、その鑑定、もしも出たら、うん、あれ、本当なのって思う。さらに弁護側と検察側が違えば、何なの、うんね、っていうふうになるじゃないですか。はい。で、被害者意識がすれば、今なんですけど、やっぱり公正な裁判してないんじゃない、うん、じゃあ、ちょっとおかしかったら、ね、無罪なわけ、うん、何人殺しても出てこれるわけって、思うのはちょっとやっぱり許せないと思うんですよね。自分の親族なり大事な人が殺されたとしてそうなのって思うと思うんですよ、うん、で本当さっき言った精神鑑定の公正さ、それはさっき5つですよね、うん、あの公正さというものと市民感情には相当ギャップがあって、うんうん、ちょっとね、心神喪失とかそういう状態だったら無罪になるのがおかしくないっていう感情があると思うんです、うんうん、でも法的にはね、うん、そういう人を通ってもしょうがないよねっていうことで法律ができてるわけなんですけど、うん、そこに逃げ込まれちゃうと、うん、なんか変だなって思うんですよ、うん、だからまあこれまたあの市民感情もそのご自身がねその暮らしてらっしゃる環境にもよると思うんですけど、例えばあの認知症で、うん、あのもう自分自身で何を行動してるかよくわからないで、あの徘徊しちゃって誰かん家の、 あの庭の植木を壊しちゃったとかって言って、うん、で責められてももう認知症だからと言うしかない、だけどもちろんごめんなさいってするけど、いや仕方ないんだよねって、あ、だからそういうこともあるかもねってね、もしかしたらその体験をがある方は思うかもしれないですよね、うん、だから本当ねその人の立場によって、その方が置かれている立場によって思い方って変わるとは思うんだけれども、まあ、ただ大きな話としてね、うん、全体的な話を見たときにその精神鑑定そのものにも曖昧なものがあるのに市民感情とっていうと、またねかなり本当にこうありますよね。僕のね知ってる人認知症なんですって、うん、だけど昔そろばんやってたんですって、うん、数字だけは今でも、うん、なのでテストに数字テストなんですね、あ、足し算の、はいはいはい、むっちゃむちゃ早いんですって、うん、だそれで合格になっちゃうんですって、うん、なるほど、だから認知症が出ないんですって、うん、ね、だから認知症だから、うん、いい、ね、お母さんね数字の足し算引き算出たら考えたり間違ったりしていいんだよ、分かったって言って先生の前に座って数字出るとタッタッタッてむちゃむちゃ早い、はい、もう覚えてないんですよね、そのことを ね、はい、だからさ言ったじゃないっつって、ね、介護保険が出ない、出ないね、認定がね出ないって言って嘆いてて、はいはい、でも日常生活ではご飯こぼすし、うんうん、物覚えてないし徘徊するの、でもその先生の前でだから数学の算数のテストが悪い、うん、だいやでもまあ
それだけで判断してるかどうかわからないですけど、うん、まあだから、そういうことがあるようあったら困るね。一段階軽くなるんですよ。そうですよね。うん、なんか、あったら困るので、まあ一応いろんなテストがね、用意はされてるんですけども、確かに軽くなる可能性はありますよね。でも、要は軽くしたいんでしょ、うん、だって無罪だって言ってないんだから。はい、その状態だったよね、うん。事件のことを扱わない精神感で、うんうん。そういう状態だよねって言ってくれれば、はいはい、今度は裁判の場で一個軽くなるんだから。なるほど。そういうのがありますよね。そうですね。あとは被害者支援ってあるじゃないですか。うんうんうん、それと、精神鑑定で加害者が減刑されると、バランスが取れてないんじゃないかなと思うんですよ。うん、被害者支援がやっぱり弱いじゃないですか。うん、加害者支援よりはありますけど、うん、精神鑑定においては、一個刑が軽くなるというそのバランスと、被害者をちゃんと支援してるっていう部分、社会でね、うん。まあ、それは医療刑務所に入るとかいろんなことはありますけれども、うん、なんかそういうのも社会にはあるんじゃないかなって思って、うん、さらにメディアが煽る場合がありますよね。うんうん、そうですね、うん。ニュートラルに本当に報道していただけるといいんですけれども、どちらかにやっぱり偏ったね。偏ってやっぱり犯人悪いというふうになる、うん、はい。でも被害者の方から見ればそうだし、うん、じゃあ、あと究極ね、俺を早く死にたいんだ、死刑にしろって言ってる人は死刑にしていいのかって話なんですよ。うんうん、それもそうですよね。ね。はい。いや、刑務所が楽だからって罪を犯す人がいるのに、はい、もうおかしいと思うけど、いや、あなたは、一刑限定で早く出てこれますって言って、またなんか出てくるんですよ。うん、だから、すげえ難しい問題をはらんでるのが、これだな、うん。これに今立ち向かおうとしてるのが、この、支援センターっていうかね、神経センターの方々で正しい人であってほしいっていうふうに思うけど、危ういもの、そもそもが危うい中で頑張ってて、何でも病名つけてね、なんか症状をつけていく、ただ特徴なだけかもしれない、だけど犯罪まで行くものだから、じゃあそういう人にね、本当に刑を関係なく負わせて、責任を負わせていいのかっていうところもまた、そうですよね。問題があるので、すごくここはナーバスな、難しい。そうですね。だからこそ、その、判断するお医者さんがしっかりした方でなくてはならないけど、僕は相当数できないんじゃないかなって。そうですね。だって、例えばわかんないですけど、テロリストの誰か親分を精神鑑定したら、なんて出るんですかね。そうですよね。ダメって出るんですか。うん、ね、例えば、そういう奴らは死んでいいんだみたいな、ふうな、本当に思ってるとしたら、うん、他の世界で見るとおかしいよねってなるけど、うんうん、いやいやいや、自分の競技ではそうなんだって、うん、その人はまともなわけです、その競技の中では。うんうん、でも、こっちの世界にあると変な人になって、うん、じゃあ、その時にあなた精神鑑定で、おかしいですから。うん、だから、どこからが、どういうことがあると疾患で、そうじゃないと疾患じゃないのかっていう、その線引きっていうのは非常に難しいですよね。難しいんですよね。特に精神とかは、その、心臓の動き方とかっていうのとはまた違いますからね。ほら、本当にこう、ダメって言ってんじゃなくて、難しいなって思ってるんですよね。そうですね。だこういう、まあ、なんていうの、ポイントがあって、それが総合的に、カオスの状態になってる中で、やらなくちゃいけないのが弁護人の先生だし、加害者側の家族としてはどう思うのか。ね。24時間おかしかったらそうなんですけど、うんうん、まともな時もあって変な時もある、うんうん。で、なんか変な時にやっちゃうわけで。うんうん、まあ、そういうもんですよね。ね、ふと我に返って普通だったら、うん、はい、お前さ、なんでこんなことやってんのって言ったら、いや、わかんないんだよ、自分でもっていう話になった時に、どっちが自分なんですか、うんうん、っていう時に、法はなじまない、うん。そうですね。このまともな時の人を持って、変な時の自分を、うん。そうですね。やる。だったら演技しろよと。うん、ね、演技しておかしく全部してっていう風に、うん、で今度は演技を見抜くような質問をしていくわけでしょ、ふと我に返った時とかね、はい、あ、演技だ、それをじゃあどれだけ見抜けるのかって、うん、まあ我に返る時間があれば、それこそその我に返らない時間があることの責任をちゃんと自分自身は取らなきゃいけないっていう、まあ、責任能力っていうところで、うん、まあ、実際ね、犯罪は有罪にはなるんでしょうけれども、まあ、そこ本当難しいですしね。難しいなと思うんですよね。うん、まあ、精神疾患をお持ちの方々のその生きにくさっていうこともあったりするので、うん、そういう方々の生きやすい社会を作るっていうような、もうちょっと大きいね、枠組みも本当は含めて考
考えなきゃいけないことなんだとは思うんですけれども、ね、これはまあ裁判の場だから有罪無罪という白か黒か、はい、でも本当ね、はい、今言った精神病を持っている方々の社会として、うん、そういうことを起こさなくて済む社会にするとか、うん、そういう方々って配慮されなくてはいけないと思うんですよ、うんうん、配慮するなって言ってるわけでもなくて、うんうんうん、どう配慮していいかが裁判の場においては難しいよねっていうことを、はい、まあ今日はね、うん、問題提起させていただきたいですよね。ということでね、皆さんもそんな観点を見ながら、うん、あのぜひね、これで以上で大丈夫ですね。はい、はいはい、それでは、本日はこれで終わりにしたいと思います。鶴瓶さんどうもありがとうございました。そして収録スタッフの皆さんどうもありがとうございました。視聴者の皆さんまたごきげんよう。